今回でパート4となる東急線を走る形式をできるだけ多く乗れというこの超過酷な企画、もちろん運用も基本的には見ることができない。前回までに空鉄は11形式、高山は10形式とまだ先は長い。今回は高山が池上線を制覇し、秦野台で追い待つ線を待っているところから始まる。来ました。でここはね、後から来る急行を待ちたいと思います。その車両が6020系なんで、それに乗っていきたいと思います。で、今9時12分で、急行が来るのがあと15分ぐらい後なので、ちょっと東横線を稼ぎたいと思います。横線であれ、どうだろうね、わかんないな。え、なんだろう。何あれ。嘘でしょ。青が来た。これ4編成しかいない東横線の5線系なんですけど、いや乗りたいな。10両の満8は絶対満じゃない。10両の満7はすごい。いやと思ったら6編成しかいない1万7000系の10両編成来ました。あえっ、この際に揺れますのでご注意ください。この電車はみなとみらい線直通各駅停車元町中華街行きです。引くまで待ち合わせをいたします。
途中停車駅は旗の台でございます。新車同士の並びですね。でこれ中目黒に着いたんで、ただこの後青ガエルの信号が、無理なご乗車はおやめ。まあまあ青ガエル来るのでこれ待ちたいと思います。じゃあこの青ガエルに渋谷まで乗っていきます。渋谷まで乗らずにね、代官山まで通りました。最高のね、各駅停車がまっすぐに来るということなので、まっすぐ一番線に向かいたいと思います。一番線の8両編成です。ちょっと行きたいと思います。ということで中目黒を取りました。でこの後ね、急行が来るので、それが10両なので、ね、まあいろんな可能性があるということで待っていきたいと思います。あの急行が渋谷止まりか、 Y500 系来るんじゃないですか。折り返しでちょっと期待しましょうよ。いや、東京メトロ一番綺麗でしたね。でこいつ編成数が多いんで、まあ取っておきたかったんですけど、まあこれは乗らざるを得ないですね。では乗っていきましょう。調布で降りました。で、なんか貴重な急線系が来たので乗りたいと思います。急線系はね、本当に白金高輪で折り返すやつばっかですから、貴重なものです。はい、多摩川まで来ました。で、そうそうね、大町線の急行に乗りたいので、すぐね、大岡山の方に引き返していきたいと思います。じゃあまずね、この5050系4000番台で田園調布まで行きたいと思います。いや、大井町線の6020系間に合うかな。多分これね、長塚とか行っちゃうからちょっとめんどくさいんだよね。次の電車、まあ4分後待ちたいと思います。埼玉高速来ましたね。じゃあこれで大岡山まで行きたいかな。いや、間に合ってるかな。くそ、普通に全然間に合わなかった。いやー、多分延長譜で抽選中に乗らなければ多分間に合ってましたね。やっちゃいましたね。でも大町線の急行は基本日中はずっと運用に入り続けてるので、まあ、ここでなくなったりはしないと思います。ああ、相鉄来た。ちょっと走るのめんどくさいんで行かないんですけど、まあ、とりあえず福福線の区間に戻りたいと思います。果たして次回はどのような展開になっていくのか、次回の動画もお楽しみに。